はい、ということで、はい、トゲありトゲなしトゲトゲ、うん、終わります。嘘です。なんやねんなんやねん、怖、ほんまにドキッとしちゃった。いや、なんかずっと立ってるからでしょ、うん、どう思った今。ドキッとしました。終わったんや、 今からやること何も意味ないんやって思いました。でしょ、そう、なんでさあやからやねん確かに、なんで一人だけ先聞かされてるん。嫌でしょ、めっちゃ嫌やった。嫌ですよ、注意喚起ですよ、うん、ドキッとした。みんなも今ドキッとしたでしょ。でも今そのさあやの一言のドキッなのか、かのちゃんの大声のドキなのか、今でも判別がつけそろそろ覚えようや右耳はもうそのスタンバイセーブ。はい、今のは嘘でございました。あ、怖かった。いやいや、そんな嘘でもいいね。嘘にならない可能性があるってことでしょ。そう、それを皆さんに言いたかったんです、うん、選挙ですよ、ね、もうマジで最後じゃないこれ多分。いや、ほんとそうですよね、うんうん、うちらにとってはラストチャンスだと思います、マジで。なんか今までちょっとほざいてたけど、うん、まだ全然次あるんじゃないかっていうのが残ってたけど、うん、今回マジでないらしいからね。ほんまにまず1年続くことがこの枠では奇跡なんですよ、うんうん、なんかやっぱスタッフさんの顔の凄みも違うし、うん、違うのよ。なんかステッカーがあるんですよね、はい、お、出た。うわ、かわいい、ね、イラストも新しいし、うん、質感もなんか前と違うな。違いますよ、確かに、うん、なんかこうね、すごい変わったテクスチャーです。 YouTuber みたいな、やめて美容系 YouTuber みたいな。イラ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 。これをもう、しこたま配るということですよね。誰に配ります。じゃ あ前回その大物に配ろう作戦がそんなに功を奏してないと。確かに、あ、もっと上行かないといけないんじゃないかとか、うん、てか配った、配ったっていうか、うん、もう貼った貼った。どこに？もう女優からストリートじゃん、もう俳優から背中に貼っていったよ。はあ、鍋剣行ったからな、私。鍋剣の背中にも貼ったし。うわ、次あんだな。あ、うん、いや、なんでその家族攻めていくねん家系図がこう降りていく感じ。家族攻めていかんでいい、行きましょうよ。これはもうどうなの、そのまあ言いたくはないけど、うん、西田アドは、まあ西田アドはあるやん。西田アドはでも月5万なんで5万払ってくださいちゃんとお金は請求するんで。そうですね、特別価格とかはないんですね。ないの、うん、一律で。あ、西田アドいいね。いいやん、うん、確かにね。一応ちゃんとやっぱでかいし、そうそう、目に留まるから、はい、ものすごい写真撮られてツイッター上げられまくってるんで、お、一応機能はしてるんですよ、うん、やりますか。やろうや、 QR コードのさ、はいはいはい、あってね。あ、確かに投票のやった方がいいと思うよ。やりましょうか、うんうん、西田何も関係ないけど、西田アドをやりましょう。じゃあまず、お、マジ、ちょっと待って今詰まってるから、ね、多分予約が、ね、クライアントさんのこと今あー、そう、1ヶ月社長の名してたもん今、6月がね、新潟のソロバン教室が埋まっちゃってるそんなリッチなとこから来んの。そう、東京でそれ西田おって意味ある。大企業だろうが個人だろうがもう訳隔てなくやらせていただいてて。なるほど。何月でしたっけ投票は。6月から7月頭まで。7月頭までか、うん、うわ。でもそれさ、その一番のここじゃなくてもいい、うん、もう上面とかでもいいよなるほど、ね、面4つぐらいあるやろ、うん、じゃあもう川島アドにしません。あ、ほんま別に西田である必要ないよ。ないよね、川島アド行くか。僕でもタレントじゃないんで恥ずかしいだけアートもなれるかどうか。あ、うん、川島アシダードで行きましょう。アシダード行くプロデューサーアド2個行きましょう、飛ばしましょう。えぇ、どうせね、麻布とか行くでしょ下ろしていくわ麻布に行くならやっぱ麻布にリーチできるの強いし、すごいね確かにそれはやろう、アドはやりましょうか。やりましょう、うん、あとそのやっぱね、社内だと思うんですよね、うん、社内にもちょっと呼びかけた方がいいと思うんですよ、社内票ね。なんか今までのなんか流れで言うと見取り図さんに入れそう、社内票いかれそうですね、うん、そういう好かれ方もしてするじゃないですか、うん、ちゃんとそう、ね、かっこいいし、うん、いや見取り図さん強いわちょっと、うんうん、何をちょっとそのマイナスのそのなんかうわでもみたいな、やめやそのステージ、そのマインド、マインド、じゃあもう体育会系すぎますね数字で負けてんじゃん、マインドで負けてんねん。すいませんでした。うわ、うん、根性論のタイプ、根性論やん、すいません。はい、うさぎ飛び、うわうわ
体罰の時代。膝壊せ。住吉中学。住吉中学。ないよ、やめろ。良くないツッコミだわ。住吉中学。はい、住吉中学。バラバラ大選挙が今年も始まりました。グランプリに輝いた番組は特番になることが決定しています。この3人の熱量感じ取られへん。だいぶ鈍感やで。今やったらまだ間に合うで。投票お願いします。感覚磨いてこ。ちょっと一回私行きましょう。え、このサッカー行く？え、なんであかんの？いや、なんか私の方がいいのかなと思って、年功序列的に。これ年功序列使ってる。やろ今。そう思ったとしても別に私が今立ったんやからやらしたらいい。いやでも年下なんで。喧嘩してるやん。先に。なんで喧嘩なんでこんな。大会系の視聴者さんとかがうわっていう、その年上に生かしたみたいななったらあれだ。年上に生かしたらあかんねん。ちょっと一回止めて。一回カメラ止めてあっちで話。なんでカメラ止めてそれだもん。おやめとけよもう。おい。すいません。なんで喧嘩なんだよお前。おい、自分が有利やからみたいな感じで言ってんじゃん。最初言った方が。いや、そういうのじゃなくて、本当に見え方的に私から言った方が、失敗してもその私が最初失敗した方が皆さんに来んなって関係ないんだ。来んなよ。いや関係ないことない。私もチームメイトやん。チームメイト最後に私こんなん嫌やって。最後なん？わやってやって終わりだ。こんな回るよこの順番なんけお前。なんでチームって。わやって終わるや。笑って笑おう、ね、最終回なんか、ね、今日何で笑って笑おうかって。笑って終わりましょう。なんで喧嘩してんねんこんなことで。ごめんね、ごめんね。なんでちょいちょい子供扱いしてんの俺のことや。結局かのちゃんが行くの。悪力 俺やるわ。じゃあ津田さんから行きますか。すみません。俺やったらいいの、はい、右でいいの、はい、行くで。けけけけけ39.4。平均 45.29 ってことはちょい足らない。ちょっと足りないね。うわえ、何何がかかんの。うわえ、まあいいか。金かけてた。いやいやいや、まあいいか。ないかってね。めちゃくちゃ空気悪くなってるやんけお前。ちょっと向けていい、向けていい、頑張ろう、向けていい。全部出せ。いやいやいや、馬ちゃうんやしさ。3年間の全部出せ。3年間の全部出せ。頑張れ。いでね、あーい、あーい、おい、32.6。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあまあ頑張ったおちゃん。まあはい、優秀の美を飾ったと思います、うん、優秀の美を引退すんの俺。引退時代な。何やねこの引退試合、ね、輝かしい。何やね、子供っぽくしたりとか、なんか俺を引退試合みたいなとかさ。何やねん。やった人が書く方がいいですね。俺が書くの？あれ的に。はい、書いてください。じゃあ誰かおるやろ。ちょっとあのそんな足りてへんのか人。いや、あの黄色黄色。黄色？黄色。さあお前カメラさんのこと色でよくないよ。黄色か黒。黒を早く。な、黄色言うてるやつたくさんのことお前。白青か。あかんで。白青か黄色か。白青か黄色。白青か黄色。カメラさんのこと色で呼んでるやん。なんなんお前ら。絶対やったらあかんで。さ名前もんの難しい。カメラさんでいいやん別に。なんで黄色か白青かって。ちょっとこのご時世的にはすいません、良くなかったか。良くないよ。ご時世もクソも良くないよ。じゃあ加納さんいきます。やります。いけんの。3、2、1。お、どう。21.7。 お、21.7。 どうやろう、何点平均ぐらいちゃうの。3点です。お、ええやん。津田さんより高い。津田さんより高い。生きてる意味ないな。なんでやねん。なんでやねん。めちゃくちゃあれやろお前。なんで握力点数低かったらお前生きてる意味ないねん。はい、福田真希いきます。左から。私左利きなんで。あ、そうなん。左から、はい。松本人志。確かに松本さんも左やもんな。いや、右から。右から行く、はい、弱い方から行く。うわー、どうしよう。
左の方がいいですかね。どっちでもいいわ。聞き手ってどっちでしたっけ。左手。聞き手はどっちだったっけな。右。左言うてて。松本人志言うてて。松本人志って何聞きでしたっけ。右か。なんでわからんようになってんね、右左がよ。松本明子さん右やけどな。松本明子さん右か。松本明子さんどっちか知らんもん。いやだ緊張する。なんでやねん。緊張する。なんでやねん。分かる。よし、右で。覚えろよ。よしよし。そっち左やで。ん、これが左？右やんけ。やれよ、はよ、お前。頑張れ。これなんやねん。続きは TVer で。